今回はちょっとネットを見てたらとあるニュースが飛び込んできたので皆さんに注意喚起という形でお知らせしたいと思って動画にしてみました。それは何かというと、コピー品の個人輸入10月から税関で没収。うっかりでもアウトです。税関が注意を呼びかけ、偽ブランド品の輸入取締り規制が10月1日から強化される。フリマアプリや通販サイトを通じて個人輸入が盛んとなっている中、個人使用の目的であっても海外事業者から模倣品、コピー品、いわゆる海賊版ですね、を輸入した場合、規制対象となるので注意が必要となる。今回の水際対策の強化は、関税法改正を受けてのもの。輸入しようとした品物が税関で模倣品だと発覚した場合、購入者や輸入者まで罰せられてしまうのか。税務署関税局に聞いたと。通販サイトやフリマサイトを通じて海外の事業者から模倣品を購入した場合、偽物と知らなかったとしても没収されることになります。しかし返金などについては税関では対応できないので、購入した通販サイトや店舗に問い合わせてご自身でいわゆる返金の対応しなきゃいけないと。まあただ海外のタグ先で模倣品を購入し自ら持ち帰ることは新たな規制対象にはならない。ただし反復継続的に模倣品、いわゆる偽物ですねを持ち帰っているようなことがあれば事業性があると判断され、従来通りの取締りの対象になると。たまたまなった場合はまあ見逃してもらえるんかもしれないけど、これが何度も繰り返しているとこれはもう事業性があるという判断で没収されるという形だそうです。なので僕は無判件でもいいや、私は無判件関係なしでこれ好きやからこれ安いからって言っててももう没収される可能性がある。まあ個人で向こうで買った場合は没収されないの、1回ぐらいだったらされないのかもしれないけど、業者を通じて輸入した場合は対象となるという形なので、もうそういった判件のないものは買わないようにした方がいいんじゃないかなと思います。で、これだけで、動画終わるとあれなんで、ちょっとね、ツイッター上でフォローさせていただいてる、笹さんって方が、よく、海賊版についてツイート上げられてるので、彼の、いわゆる偽物、その写真をお借りして、こういうものがあるっていうのを皆さんにちょっとお伝えしようかなと思ってます。題して海賊版10選という形でいきます。はい、まず1つ目、はい、鬼滅の刃炭治郎です。なんか絶妙に劣化したクオリティですよね。まあこれは偽物だし、でも考えたら本物の方がいいですよね。
はい、次。海賊版、その2。ねずこ。なんかね、これ配線ついてるから、どうも、光るようなんですけど、なんか、とろけてますよね。これ見て、とろけるスライス、雪印。って、なんか、ついつい歌っちゃうような、こう、縦にビョーンとなんか、伸びたようなねずこです。いりますこれ。いらないでしょ。こういうのにお金落としちゃダメなんですよね。はい、次。海賊版その3です。は？これ何？なんか勝手なコラボになってて、魔人ブーとピカチュウ。ありえへん。コラボですよね。てか欲しい？これ。誰が求めてるの？これ。とりあえずくっつけたみたいな。こんな雑なコラボです。はい、次。海賊版その4です。これ、チャオズの偽物なんですけど、1番口ね。これね、僕持ってないんで、なかなか、このフィギュアで何が違うか全然わかんないですけど、ただね、この箱見たら全然違いますよね。片方はいいしょってでっかく書いてるけど、片方は何も書いてない。で、バンダイのロゴもないとか、そういった形でわかると思います。確かに安くないんかもしれんけど、偽物までいらないっすよね。はい、次。海賊版その5。この行名さんでしたっけ？この、何？数珠？なんでこんな雑なん？手に巻いてますよね、パッケージの方。パッケージと物が全然違うしね。雑やし、わかりやすい。はい、その6。正規品は、あら、かわいい。ねずこちゃんって感じですけど。なんか、新しい髪型みたいな、この偽物。なんか、昔懐かしの爆竹みたいな。それとか、女子プロレスで言ったら、ブルー中野選手。あがっこうな、ブルー中野そんな感じですね。もう何もかもクオリティ低いし、これ。このスカートの模様は正規品あるけど、これなんか、ベトッとしてるし、なんか、飴みたいな。ないわ。じゃあ次、海賊版その7。セルです。え、これ目どうしたん、これ目。これパッケージもなんかクオリティ低そうだけど、そこからさらにクオリティめちゃめちゃ劣化して、どうしたんこれ。いらないよね、これ。これ、台座もしょぼいし、これ、何もかもいらない。これ、反転だけ頑張って、これ、一個一個塗装してんのかな。そこだけ頑張ったみたいな、そんな感じです。はい、次。海賊版、その8です。これ、まだかこれ、クオリティ高いんか知らんけど、箱ちっちゃい。普通の箱半分ぐらいのサイズなのかな、これ。わかりやすいですよね。全2種って書いてるの、これ。2種類違うしね。
はい、次、海賊版その9です。このキーホルダー、ノエス、似てねえよーって言われると思うんだけど、ぶっちゃけね、昭和の時代、こんな感じ、出てそうなんで、昭和コーティーやったら、こんな感じのような気がして、なんとも言えないですよね。で、微妙にこの亀線に、シプリームなんですよね。それいらんやろみたいな。はい、次、最後です。海賊版その10。ねえ、どこちゃん、なんか、おパンティー見えてますけど。こんなお色気いらんし。いて、これ何歳やねん、これ。しかも、なんか手めっちゃ細いしね。で、なんかちょっと、視線が結構怖いんですよね、これ。はい、そんな感じの海賊版10選でした。やっぱりね、こういった業者にお金を落としたらこういったもんがなくなりません。で、本当に本物やと思って買ってしまう人もいるので、こういうのは買わないようにしましょう。いわゆる規制が入るってことはダメなんですよね。俺迷惑かけてんしやん、俺無判件でも関係ないよ、じゃないんですよね。そこを理解していただけたら助かります。はい、今回はこんな感じで終わらせていただきます。まだまだ頑張りますので、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。